こんにちは、豊橋ナウの時間です。子ども未来館ここにこで12・13日の土日の2日間青少年のための科学の祭典豊橋大会が開催されました。科学の祭典をお楽しみいただきたいと思います。次のステージショーは午後1時からとなります。操作方法は今この手に持っているリモコンをその動かしたい方向に倒せば動くようになっています。例えば右に動かしたければ右に倒すと。でこの今、この人がかけているメガネですね。このメガネはそのロボット側にカメラがついておりまして、そのカメラの画像をその操作する人が見られるようになっています。こうすることによってその、映像を見ながらそのロボットはより安全に動かせるように作ってあります。今は Facebook もなんとかみんな通信しているなんですけれども、でも動くことはできない。だからこのロボットで自分の体、この考え方で体で動いているはいろいろ場所は見られる。